ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ本日のお客様をご紹介します今年デビュー55周年を迎えられた歌手の森山涼子さんですはいようこそいらっしゃいましたこんにちはよろしくお願いします、はい、55周年大竹、えー、<う>さんは <laughs> えー、私も50年ぐらいやっておりますからねお互い気の遠くなるような時間もしてあっという間のねえっと,いえっと森山さんは1967年この曲でデビューなさったそうで今かかってた曲でデビューなさったそうですね、はいはい、この曲はどういうことでお歌いになったんですかこ,この曲は私が 高校生の時にとんずらしていなくなっちゃったマイク・マッキーのグループっのピンチヒッターでちょっと涼子ちゃん来てって言われて彼らのグループモダン・フォーク・カルテットっていう学生のグループでしたけどもその人たちのマキのピンチヒッターでマイク・マッキさん。 それにメンバーが曲をつけるっていう番組なんです、うん、でも私は曲も作ったことないし、うんえとま、毎週そうやって進んでるんですけども、うん、私はできないできないって、うん、あの逃げていたところが、はい、やっぱりノルマだから作らなきゃいけないって言われたんですけども、うん、やっぱりリスナーさんの詩が難しくて全然私には 作れないところが悩んでる時に、うん、スタジオの上に、うん、あの銀座の月光荘っていう、うん、あの画材屋さんの、うんえー、スケッチブックが置いてあったんです、はい、でそれをなんとなくどうしようって言って、うん、背拍子かなんかを見たら、うん、お園江恵子さんの「この拾いの腹いっぱい」ってこの詩が。はいあの 乗ってたんですね。はい、それ四行ずつで四つに分かれてて、うん、こ,この広い野原いっぱい草花をうっても、うん、この、うん、言ってるまんまを歌にしたらできたんですよね。はい、だからそんなに何なかもう本当に初めてこう曲らしい曲だったんですけども、うん、別に作曲したというより、うん、この広い野原いっぱい 作曲ってうううんですよそそうんですかうんですすよそいか自分ではなんか作曲したっていうより、うん、言葉をなぞ,、うん、なぞらえただけっていう感じだったんですけども、うん、で、うん、ようやくその日のノルマを達成して「うん、やった!」って言って逃れられたって思ったらその放送をして。 ですからリスナーの方からのんか反響がすごく大きくなってまた聞かせてまた聞かせてっていうことになってで少ししてからデビューすることになってたんですねレコード会社から。でその時に「このヒロインの腹いっぱいで」って言われたんで「いや絶対嫌です」ってし、もうたんな曲です っって言ったんですけどでなんか私としては洋楽狙いだったもんですから洋楽を歌いたかったんですけどいや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 もう洋楽はあのアルバムの中でいくらでも歌わせてあげるからまずはこれでいきましょうっていうことであの時伏せられて失礼ですけどこの曲はそう何分ぐらいでお書きになったんですかすごく時間がなかったんで多分 本当に15分とか20分とか <laughs>、えー、もうとにかくもう切羽詰まってて何 <laughs> でもいいんであの一回できちゃうと、うん、もうそのままですから、うんうん、でなんかこう考えてる時間もその時にはなくて <laughs> <分>もうお尻に火がついてたんであっ<ー> <laughs> このの広いあっできたできたみたいな感じで,、えーえー、ですからすす、ね、こ,こんなに苦労しないで作って、うん、こんなに皆さんに喜んでいただけるなんてびっくりしましたいそ,そ,っとそれ以来そういうラッキーは一回もないです。<laughs> 降ってきたといえば降ってきたってことになるんですかねそのよくねなんか私にしてみればただ言葉をなぞらえた自分の中にあるメロディーになぞらえただけだったんですけども逆に長内さんのそれを見つけたっていうのも偶然だしそのままでパッパって尻に火がついて失礼な言い方ですけど。 ちょっとやっつけっぽく。そうです、そうです。いたしかたなく <laughs>。二十五分で作ったら。はい。それがデ、<laughs> はい、デビューの。デビュー曲な。うわ。<ー>いや、でも、森山さんの、あの。声がね、やっぱ素敵だから、すごいから。そっちの。

失礼しました。ありがとうございます。本当にすいません。いま今の真似するこのヒーローの逆真似。すいません私も謝ります。やった私が間違いでした。ありがとうございます。じゃあそんなんでデビューはちょっともっと洋楽やりたかったのに。うん そうなんです私はジャズシンガーになるっていうのが子どもの頃からの夢でだからなんかこうデビューとかっていうことはもう華々しすぎてんかそういうテレビに出たりとかそういうのではなくってただジャズを歌ってればいい っていうような歌の仕事がでも思いとは裏腹にですね、はい、この「この広い野原いっぱいの次」は禁じられた恋ですとか「さとうきび畑」とか「なだ、うん、早々」ですが随分、はい、この思いが洋楽とはちょっと違うものばかりがどんどんヒットしていく。 結局なんか <laughs> 結局、うん、あの日本で洋楽って言っても時々コンサート2時間歌う中で洋楽が、はい、の方が勝ってる。うんうん あのぐらい歌っちゃう時もあるんですけど、うんうん、そういう時ってきっとお客様面白くないんですよもっとオリジナルを歌ってほしいとかこういう曲を聴きたいとかあ<ー>あの随分あのリクエストがありましたので、うんうん、やっぱり私は日本人なんだからちゃんと日本語の曲を歌っていかなきゃっていうふうにあの皆様に教えていただきました。でもご両親がもう本当にジャズ の世界でそうですね父は若い頃からずっとトランペット勉強していてジャズトランペッでしたね母が歌ってることは私知らなかったんですよその方から聞いてデビューしてから評論家の方があなたのお母様綺麗な声だったよって。 なんで知ってるんですか?」って言ったらいやいやジャズ歌ってたからって言ってうちに帰って「何あなた歌ってたの?」って母に言ったら「誰から聞いたのよ」ってちょっと喧嘩になりそうでしなんで教えてくれないの?」って言ったら「私なんか大したもんじゃないから」って言ってたんですけどでも子どもの頃にいろんな歌を歌うと本当に母の声って。 で、綺麗で、いつも聞き惚れてたんですね。だから、そうであった、もおかしくはないと。ああ、そうですか。親子、二代続いた、あ、三代ですよね。あ、直太郎。なるわけですから。そういうことになりますね。みんな、じゃ、まあ、それも添付の。本当ですね。誰からもらった声なんだろうっていう。そうですね。ね、不思議ですよね。お母様とお声は似てらっしゃるんですか。 割と似てるかもしれないですね。すよくあのクリスマスとか、そういう時に。家族でハモったり、二人でハモったりすると、バッチリでしたね。うん、はい。お父様が、森山久志さ,さん、はい。はい。お父様がなんか。 とても面白い時代を生きた方だって伺ったんですけど、大変な時代だったと思うんですけども、彼がえっとサンフランシスコで生まれ育ちました。お父様はサンフランシスコで、あのおじい様たちが向こうに行ってらっしゃいまそうです。写真の勉強に行って、後にえっと神戸女学院に行ってた祖母を呼び寄せて、あのその祖母は英語の勉強してたんですね。これからあの おお嫁にに、はい、じいちゃんのところに行くから、うん、サ,ンンサンフランシスコに行くからと思って英語の勉強を2年ほどして待ってたんですね、はい、それで何とか目処が立ったからあの迎えに来てそれでえとニューヨークからサンフランシスコに移って。 で写真館森山写真館っていうのを建ててそれでそこで写真屋さんあの皆さんのことをこ写す写真館ですねそういうのを始めてあのずっとそ,そ,そ,その中で育ってたんでお父様はそこでお生まれになった森山久さんはい,はい,はい3人三人兄弟の真ん中としてそれでえっとま だんだんまなんかあ何か楽しくはやっていたみたいなんですけれども、うん、大学生ぐらいになってくると、うん、あの自分で、まあ、その音楽をや、うん、あのトランペットのミュージシャンになりたかったわけですねでもやっぱりあのだん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 日本人に対する排斥が強くなってきて、うん、これはもう大学卒業しても、うん、えっと ミュージシャンには絶対なれないっていう。うん、もう道が閉ざされてしまったようなんですね。うん、それでその頃、えー、どうしようかなと思いながら、よくあの日本と、えー、サンフランシスコの、うん、あの行き来している。日本丸とかそういう船がいたあったんですね。で、その船の中で演奏しているミュジ、うん、日本人のミュージシャンたちと仲良く。なって それで日本に来たらいっぱい仕事があるよって聞いて、うんでまあ、日本に出稼ぎ、うんはい、だから23歳の時に多分大学は途中で3年ぐらいで中退して、うん、えと23歳の時にトランペットと、まあ、身の回りの本当に一つだけトランク持って日本に来たんですけども、うんはい、その頃すごくなんかジャズが。 が流行ってて需要がすごくいっぱいあって19203033年とかその当時アメリカの大恐慌が日本に行った時アメリカちょっと生活も厳しくなってる中で日本に行ったら食えるぞとですそうでもは行ってるんじゃないかみたいな話があってトランペット持ってお父様。来たんです勢いよと それで着いたらもう5万と仕事をだいてそうなんですいろんなバンドとかを掛け持ちして自分でもバンドを持ってたり昔の本当に著名な懐かしいミュージシャンの方々と一緒に演奏して。 りょうこさんはその頃いつ頃お生まれだったんですかで。か私はね、二十三年なんで、はい、だいぶしてからです。うん、あの、まあ、父が。もう、と、日本に来て十年ぐらい経ってから。うん、でも、え、そと、まあ、戦争も。 戦争中もそうですね,ね、うん、あの日本で、はい、あの吹いてましたので随分、うん、といろんなごたごたといましようか安定性語でしていでやってたんでしょうけども、えーはい、あ,あちこちからは。 進駐軍本線といいですかああいうのでもう戦争しないで帰んなさいとかそういうことをしたんで、うん、いわゆるガモプリズムとかそういうところに入ったり、えー、プリズムとかそういうところに入ったりあ,<ー>あとはサンフランシスコに、うん、あのその。うん 日本人の味方したって言ってまだアメリカ人国籍だったのでサンフランシスコですごく大きな裁判の中で証言したり仲間にも2世の方たちがいてそれはものすごく苦渋のなんか日々だっただろうなって思うとひ一言もそういうこと話さなかったんで。 全くしないですね。あの二世っていうのは、うん、自分たちが辿った道の話はほとんどしないんですね。うん、あのでもあのうちの父の兄はものすごく頭がよくて。うん 高校でもイェール大学の推薦をもらってアメリカ人としてアメリカの政府で働いてたんで自分のことはすすごい喋りますでもやっぱり苦しい思いをした日本人は本当にあの忘れてしまったぐらいにそ,れそしてものすごく明るくて。 あの苦しかった話なんか一つもしないでいっつもニコニコして笑ってるっていそれが私の2世の感覚なんですけどねやっぱり辿った自分の歴史によって随分変わると思いますね。日本人は収容所に入れられたり当時ねいろいろしてましたしね、はい、あそういうのがあってお父様はあんまりそういう話なさらなくて。うん はいでうちの家族は収容所に全く入らなくて兄のおかげで、うん、あのとても、まあ、軟禁みたいな感じだけどもとても素敵なお家ちにのお二階に住まわせてもらって、えーはい、とてもいいあの暮らしだったそうで、うん、楽しかったみたいですね。えー、じゃあもう の人生むちゃ波乱でお過ごしになってたとそういうことになりますけどもとことん明るい人だったので私はもう大好きでしたその明るさがなんとなくねお父さんの血を引いてるような感じがしますよね。明るいパパラ さあではあのここで、はい、あの六<曲>年ぶりの新曲をリリースされました <laughs>、はい、こちらの、えー、曲をお聞きいただきたいと思います、はい、曲紹介を森山さんからお願いできますでしょうか、はい、それではこれもパッパラッパーの曲です <laughs> 人生はカクテルレシピ <laughs> お聞きいただいたのは森山良子さん六年ぶりの新曲人生はカクテルレシピでした。 じゃもう本当に伺いたいこといっぱいあるんですけれどもまずお知らせをね、うん、お知らせを先にはいお願いします、はい、まコンサートのお知らせです、はい、森山良子コンサートツアー、はい、マイストーリー 来年2月18日土曜日神奈川県横浜市館内ホール3月9日木曜日埼玉県川越市上下川越大ホール3月23日木曜日千葉県松戸市森のホール213月29日水曜日東京都オーチャードホールで行われます詳しくは森山良子さんの公式ホームページをご覧ください、はい。ありがとうございます ね、<敵>もう来年の話だね、うん。<laughs> そうなんですよね、<ー>もうね。<ー>うん、はい、はい、聞いてて、今度の曲は、はい、ねえ、なんか。 お酒がたくさんあるところで作ったらしいですよ。そんな上にはカウンターバーみたいになってるけど、うちもう一時もとにかく打ち上げはうちでっていうので、もう常にいろんな酒がいろんなお酒があってシェイカーもあって、そのお酒のコーナーがあって、ちっちゃいあの冷蔵庫が置いてあって、その上は酒瓶だらけで、そこであの鬼とかカクタットが酔っ払ってる。 そうですね、よく酔っ払って。おの友達もたくさん。たくさん酔っ払ってました。今はあんまり飲んじゃいけないらしくて酔っ払いません。大久保さんも。あ、大喜利。来てくれます。はい。はい。はい。あら、もうお名残惜しいですけれども。お時間来てしまいました。大竹メインディッシュゲストは森山涼子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。